エグイスカグラ。名系のルペルカリア。はい、どうも、ごまみれです。今回からですね、こちら、名系のルペルカリアというゲームやっていきたいと思います。ウグイスカグラさんの作品ですね。ものとしては、紙の上の魔法使いってのが結構デビュー作であったんですけど、デビュー作なんかな、これ。よくわからんけど。俺初めてなんですよね、このメーカーの、ゲームやるの。まあ、絵柄は全然綺麗で可愛いし、うん。もう、なんだろう。こんな昨今ですから、しっかりとした作品なであることは、まあ間違いないですから、うん。よし、ちょっと楽しみではあるんですが、はい。ちょっとね、まあ、注意事項いくつかありまして、まあ一番最初にあったけど、まあ私はね、なんて言うんだろう。別になんかその読むプロではありません。ただの素人なわけですから、読み間違い、言い間違い、いっぱいあります。はい。皆さんが思っている以上にあります。はい、額がないので、はい、漢字が読めなかったりします。そこら辺は温かく見守ってください。はい。それともう一つ、もうお気づきの方もいらっしゃると思いますが、ね、悪いのはこっちなんですよ。こっちのちょっと録画の環境の問題で、俺がプレイしとるこの画面はめちゃくちゃ綺麗なんですけど、皆さんが今この画面、見とる YouTube のこの動画の画面になると、画面がすごいビビっとると思います。はい。これはもうどんだけ頑張ってもダメでした。めちゃくちゃ頑張ったんですけど、ビビりが取れなくて。まあちょっと、ね、凝視すると目が痛くなりそうだから、ね。まあ結構、ね、主人公もトガキも全部俺喋るし、キャラクターもみんな喋ってくれるから、まあ聞きながら、はい、楽しんでいただければなと思います。ただ、こんな感じだと結構ね、絵も、いい、CG も、ね、ECG もありそうだから、ぜひね、見ては欲しいんだけど、目が疲れない程度にすいません。お願いします。なんだろうな、やっぱ安物のグラフィックっていうか、キャプチャーボードなんかダメなんかな。まあ、そんな話は置いといて、はい。じゃあ、早速、やっていこうと思います。今回ね、ちょっと舞台、はい。お芝居が、メインの作品なので、はい。私の演技力が求められるわけですが、そんなに期待しないでください。いやー、えらい作品を手にしてしまいましたよ。まあ、頑張ります。一応その作品を壊したくはないので。はい。じゃあもう黙ってさっさとやれって話ですよね。はい、すいません、3分くらい。じゃあ、ゲームスタートしましょう。第1幕、魔性のシンク。神々と肩を並べるには、たった一つのやり方しかない。神々と同じように、残酷になることだ。私は世の中の真実を知っている。私は世の中のひどさを知っている。醜さですね。ごめんなさい。醜さを知っている。私は世の中の不条理を知っている。あの月をつかむことができていれば何かが変わっていたのだろうか。不可能を可能にすることが私には必要だった。けれども、もうすべてはもう手遅れだ。不条理は背筋を這うように、いつもそこにある。懸命に振り飽きろうとも、奴らはどこまでも追いかけてくる。だから私は世界を呪う。白髪赤目の系譜に不条理への憎しみを歌おう。カリヒラ。それが私の最後の演劇だ。この世の不条理に激怒し、自らの暴政により反旗を翻され、処刑された孤独の王。これが私の心の叫びだ。カリギラ！お前だって、お前だってやはり罪があるのだ！聞け、この世の不条理を知らない者たちよ。知れ、あたかも幸福がどこにでもあると思い込んでいる者たちよ。誰一人として罪のない者はいないというこの世界で！
裁判官もいないというのに、誰が一体この俺に罪の宣告をするというのだ。あらゆるものがひどく複雑に見える。ところが皆、至極単純なことなのだ。もし俺が月を手に入れていたら、愛だけで満足していたら、すべては違っていたろう。だがこの心の渇きをどこで癒したらいいのだ。この世にも、あの世にも何一つ俺にぴったりするものはない。だが俺は知っている。そしてお前も知っているはずだ。不可能なものがありさえすればいいんだということを。不可能なものを。俺はそれを世界の果てまで、自分自身の隅々まで探し求めた。俺は両の手を差し伸べた。今も差し伸べている。それなのに俺の出会うのはお前だ。いつも俺の真正面にいるお前だ。そして今では俺はお前に対する憎悪に燃えている。俺は進むべき道を進まなかった。行き着く場所は何もない。俺の自由はどうにもならぬ。何もない。やはり何もない。エリコンは帰ってこなかった。俺たちは永久に罪を背負っていくのだ。この夜はまるで人間の苦悩のように重苦しい。ああ、暴君を殺す者たちがやってくるのだ。歴史だ、カリギュラ。歴史に帰るのだ。俺はまだ生きているぞ。幕が降りると同時に彼女は舞台上に倒れ込んだ。鬼気迫る圧倒的な演技に誰もが言葉を発せられずにいる中、共演者たちが叫び声を上げる。折原さんが息をしていない。鮮血に染まる少女の体は冷たくうなだれていた。身に染まる赤色は舞台上の演出だと誰もが分かっているはずなのに。折原兵庫は演技の果てに絶命した。自殺？他殺？原因は？事件性はないと警察が断言しても、壮絶なる死に様が話題を生む。単なる心臓発作？あるいは服毒による自殺？天才少女と呼ばれた希代の名女優、折原兵庫。彼女の死の真相については、やがてある一説が急浮上する。彼女は最高の演技を行うために死を選んだ。彼女の死はカリギュラの物語に迫力と真実味を与えた。脚本通りに死ぬことでカリギュラの怒りを表現したのだろうと。あまりにもバカバカしい、喜劇的な、あるいは狂言的な真相。だが彼女の性格を知る者ほどその説を否定することはできなかった。演技のためなら彼女は命さえも捧げるでしょう。彼女の死の真相はきっと彼女以外にはわからない。4月春入学式、新たな可能性に胸を馳せるこの時期に、にぎわう喧騒から逃れるように身を隠す新入生が2人。新入生歓迎会だってさ。なあ双葉、お前はどっか入るの？話しかけないでください。耳が気持ち悪いです。影ひなたに体を隠す俺たちは、友達を作る集団から置いてけぼりになっていた。創造と芸術の町ニュクス、その中央に位置するマカリオス学園は品格と伝統を重んじる校風だ。かつては名家の子供たちが教育を受ける場所として創立されたという、由緒正しい歴史を持つこの学園は、現代社会に適応して以降も非常に人気の高い名門校である。随分と似合わないところに来ちまったな。隣にいる幼馴染クラシナ双葉をちらりと見る。彼女はスマホを握りしめたままディスプレイを凝視していた。またいつものか？うるさい。
耳がはらんだらどう責任取ってくれるですか。男として責任を取ろう。じゃあ養うお金をください。男らしくというのはそういうことです。俺が近づこうとすると一歩遠ざかる双葉。久しぶりに再会した幼馴染は愛も変わらず男嫌いらしい。だったら女友達を作ればいいのに。それができたら苦労しませんよ。私はハブられていますから。入学早々ぼっち少女。無表情で語るような内容ではない。それでも双葉はあっけらかんと話す。女の子はとても尊い存在ですが、だからといって私のことを好いてくれるわけではないのです。はあ、この世の男すべてが絶滅してくれたら幸せなのに。どうやって子孫を残すんだよ。男に屈服するくらいなら絶滅した方が良いのでは。いや、俺に聞くなよ。俺だって男なんだけど。そんな私に笑いかけてくれるのは画面の向こう側のアイドルだけ。はあ、天使ちゃんかわいいな。無類のアイドル好き。いつもは無表情の双葉の横顔もその時ばかりはほころんでいる。それは恋する乙女の横顔だ。一切の偽りなく天使ちゃんとやらを愛しているのだ。いつかお前も男を好きになる日が来るのかな。気持ち悪い言葉がお上手ですね。さては君、男ですか。わざと顔を歪めてみせる双葉。だから先ほどからぐっ臭いわけで。普通にショックだからな、その反応。でも言葉を交わしてくれるだけマシなのかな。男であってもリアクションはしてくれる。怒らせると乱暴されそうで。そんな切実な理由だったの。これくらいが丈夫のラインかと。男である前に俺は人間だからな。叩くと壊れる心あるんだぞ。出る杭は打たれるわけで。ああ、もうめちゃくちゃだ。君が男であると知らなければ幸せだったのにね。ああ、どこかに可愛い女の子落ちていないかな。拾って捕まえて可愛がってあげるのに。それは現代社会でいうところの犯罪だからな。愛があれば全てが解決できると信じている。金があればの間違いか。だったらと。私はお金持ちになって愛らしい少女を飼いたいな。できれば天使ちゃんみたいな可愛い子がいいけれど、それでも女の子なら大丈夫。じっと俺を見つめて。男なんて大嫌い。可愛くも美しくもない。武骨で吐き気を催す体毛と一周、ゴツゴツとした骨格に生命としてのセンスが欠けている。だけど君のことを嫌っているわけではないですよ。だからこうして相手をしてあげています。そりゃどうも。俺を罵倒する双葉はやっぱり楽しそうだから、そういう言葉を向け、楽しそうだからそういう言葉を向けてくれるだけで安心してしまうんだ。でも勘違いをしないでくださいね。すっと鋭い眼差しを俺に向ける。慣れ慣れしい言葉をどれほど口にしたとしても、私が玉木を好きになることはありません。私の体が狙いなら他を当たってください。すべてのフラグはバッキバキに折れているのです。もし万が一私のことを好きになりそうになってしまったら。冷徹な言葉で射抜く。遺伝子レベルから出直してきてください。容赦ねえのな。双葉の男嫌いは本物だ。いわく触られるだけでもおかんがするという。私は女の子が好きだ。強い言葉で俺を遠ざける双葉。本気で俺の行為が恐ろしいのだろう。私は女の子が大好きだ。だから彼女は孤立する。誰にも理解されずに水底へ沈んでいく。お前はそれでもいいと思うよ。胸を張って好きだと誇れることが一番の幸せなのだから。やあ、世話くん、
こんなところにいたんだね。探しちゃった。あれ？まだ名前を覚えてくれていないのかな。おぼろだよ。椎名おぼろ。同級生さ。ああ、そうだ。そういう名前だった。名前を覚えるのは得意な方だが、一瞬記憶がぐらついてしまった。これも彼の持つ不思議な雰囲気のせいだろう。そっちは倉科さんだよね。どうぞよろしく。どうもです。差し出された手を華麗に無視して不機嫌そうな視線を外す。相変わらずの男嫌いだ。不機嫌そうにいいか。それで何か用だった？用ですとも用ですとも、ズビンドーンチラシッとかん。さあさあご遠慮なく。今日の13時からあそこの第二体育館で素晴らしい演劇が行われるのです。詳細はチラシを見てね。劇団ラビリンス？ランビリス。うん、そうだね。それが僕たちの所属する劇団の名前だよ。これから新入生歓迎公演をするつもり。もしよかったら世話くんにも来てほしいなって。倉科さんにも見に来てほしいな。世話くん一人だと寂しいだろうから。誰が行くものですか。子供の使いくらい一人で行ってください。まあそうだろうな。アイドル好きの双葉が演劇に興味を持つはずがない。まして俺が同席するならなおさらだ。だが、ダメですよ。双葉ちゃんも一緒に見に来てくださいよね。双葉ちゃん。声が思いっきり裏返っていた。ああ、こいつは可愛い女の子に弱いのだ。どうして私の名前。そんなの当たり前じゃないですか。新入生の女の子はバッチリチェック済みです。華やかな舞台に似合う希望の目。ふふん、私ついに見つけてしまいました。双葉ちゃんこそ劇団ランビリスにふさわしい逸材で。あたふたしてまともに応答できない。男には雑な対応を向けても女の子の前ではただの雑魚である。白坂さん、彼女が困っているよ。強引な勧誘は相手を選ばなくちゃね。そうでした。そうですね。ぐいぐい行くのは世話くんのような推しに弱そうな人だけにしておきましょう。困らせるのは良くないですね。俺に迷惑をかけるのも良くないんだぞ。世話くんは友達のお願いなら何でも聞いてくれるからね。でも演劇の上演なんて初めて聞いたな。そんなプログラムあったっけ？いや、無駄に決まっているじゃないですか。笑い事じゃねえ。想像以上にこいつら好き勝手やってやがる。芸術は型破りから始まる。世話くんもそう思わない？渡されたチラシに視線を落としてみた。劇団ランビリスゲリラ公演開催。たまき。どうにかしろと双葉が視線で訴えてきた。暗がりが大好きな双葉にとって光の当たる舞台は天敵にも等しい。遠くから眺めているくらいが最適の距離感なのだろう。ごめんだけど、俺一人ならまだしも二人揃ってというのは難しい。そういう言葉を口にしようとしたけれど。だから、ね。私、双葉ちゃんに見に来てほしいなって思うのですよ。破壊力抜群、華やかな笑みが双葉の心に突き刺さる。そんなこと言われても。目を見て話すことはできない。キラキラとした眼差しが彼女にとって毒だから。楽しくないかもしれませんが精一杯頑張りますので。双葉は女の子が大好きだ。可愛い生き物が大好きだ。向けられたことのない笑みを突きつけられて、いつもの自分でいることは難しい。だから見に来てください。お願いします。はい。顔を真っ赤にさせてうなずいてしまった。どんなにひにくれ者でも女の子の笑顔には勝てないのだ。やったー、超嬉しいです。私白坂花って言います。よろしくお願いしますね。
小躍りして喜ぶ白坂さん。ともです。純粋さって恐ろしいな。それが彼女の誇るべき武器だね。こんな風にいろいろな子たちを誘っているのだろう。双葉もまた罠にかけられた一人である。それじゃあ僕たちは準備があるから行くね。またねー双葉ちゃん、待ってますからね。ブンブンと手を振って立ち去る二人。でもちろん君も行くですよ。だと思った。玉木なら知っているはずだから、今のうちに教えてほしい。ん？真剣な表情で双葉は言う。ゲリラ公演、ハムレット、物語のあらすじくらい予習しておきたいから。なるほどね。チラシに記載されていた演目はかつてかの有名なウィリアム・シェイクスピア作、悲しくて虚しい復讐劇の物語だ。ねえ玉木、演劇って面白いです。私初めてだから。ああもちろん、満感の思いを込めて伝えよう。だけど伝わらない奴らもいる、わからない奴らもいる。それはきっと仕方のないことで、どうしようもないことなんだ。わかるだろうか、これはそういうものなんだ。ハムレットの物語がお前に関心を与えてくれるといいな。そうすれば演劇の魅力の本質に触れることができるかもしれない。芸術とは他者から見れば厳しいものだ。誰かになりきって堂々と演じる様は痛いと思う輩も確かに存在する。にしても熱心だな、驚いたよ。だって少し恥ずかしそうに、白坂さんと仲良くなれるかもしれないから。ははは、俗物的な事情、大歓迎だ。じゃあ語ろうか、シェイクスピアの紡いだ物語を。にこやかすぎて気持ち悪いです。これだから演劇オタクは。うるせえ。打算的な理由でも関心を捨てくれるならそれでいい。その目で体験して理屈だと偏屈退屈だと見切りをつけてくれてもいい。その世界の端に触れてみなければ何も始まらないのだから。